ロールタウンを出してついにグランドライン、その時しかしかつて島をこの島の医者想像を超え、綺麗な城だ医者。こいつは全身凍傷になりかけ、こっちは止血がひどい、一番ヤバいの。大丈夫だ、あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治して、分かったよ、助けろチョッパー。頂上に到達したルフィは回復したナミはドクタークレハにチョッパーち、人々の身を食べた戦いトニートニーチョッパー、彼は傷ついた彼を唯一国を癒すため、チョッパーはひるくの意志を継ぐ。待てこらあ、待てん、化け物だ。なんだあれ、チビででかくなって化け物で、いいやつだ、こら待て化け物、これは城を奪い返すぞ。この城はドクターのご協力するんだ、あいつらは絶対に入れない。やっちまえ細かい、俺たちも一緒に戦うぞ。国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に宝をかばるのがこんなにいるとは驚いたぜ、実際こんなものを死刑にしてやる。それが一国の王のやることなの。みんなを守ってあげて。城の守りが手薄になってる、あんまり城から離れないでくれ。守りたいだけで、お前らに危害を加える気はないんだ。
攻撃を食らいやがれ。三刀流奥義三世界。カパンはワポルたちと戦う気だ。誰かカパンを助けてやってくれ。ワポルに近道を教えてくれるのか。三刀流奥義三世界。
城は墓。ドクターはこの国を救っ、ドクターの死、まあ、ドクターは雪国名物雪結晶。雪に隠れて別の場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。何か始めやがった。サンジさん、これってまさか雪崩を起こしたのか。グルアパンメ、王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。
意味を知らねえんだ。まあそんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも追ってやるぞ、そんなカバハタなぞ。よけろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。吹き飛べ、カバメ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。ショット。聞いてよ
言うんじゃないよ。海賊なんてろくなもんじゃない。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。そうだよ、トナカイだ、男だ。お前みたいな泣き虫が男だって。お前なんかが海へ出て一体何ができ違う。あ、みんなソリに乗って山を降りる。待ちな。何？用意はいいかい。わあの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？